田中康夫チャンネルへようこそお越しくださいました。新党日本代表衆議院議員の私、田中康夫です。9月30日予算委員会が開かれました。言わずと知れたいわゆる尖閣諸島問題に関してであります。国民新党新党日本の会派を代表してわずか5分、質疑をいたしました。前原誠司元国土交通大臣、現在元井外務大臣は相変わらずの、私はいつどこで海上保安庁所管をしていた、あなたは中国漁船の船長を逮捕したのかということを聞いたのですが、のらりくらり全くこの点は答えませんでした。海上保安庁を所管をしているわけですから、彼はそのことをいつどこで聞いたか答える必要があります。ましてや会見、失礼しました、ましてやこの質疑の中でさまざまお話をしたように、彼自身が逮捕すべきだと言った。しかしこの問題はですね、ある意味では領海侵犯、あるいは違法操業、そして入国法、出入国管理法と正式言いますがの違反、こうした王道で逮捕するならばするべきであったにもかかわらず、公務執行妨害という波動で逮捕した。公務執行妨害というのは皆さんもご存知であると思いますけども、例えばデモ行進をしている人のところにですね、警官がなんとなく当たって、なんだよって言ってちょっと手で押したらバタッと倒れて公務執行妨害だと。まあ、この手のですね、まさに野球の隠し玉のような話なわけでして、そもそもからしてこの点で覚悟がないと私は思いました。詳しい内容はこのわずか5分の中に凝縮をした、すなわち製造者責任というものは逮捕をしようと言った前原誠司氏にあり、にもかかわらず、そして釈放は必ずあると、下り顔でニューヨークで答えた彼が、にもかかわらず東京に戻ってくると、それは逮捕をしたのは私には逮捕権がなく海上保安庁である、あるいは検察が釈放をしたのだということは体現相応して責任は現場に押し付ける。これではどんな組織であってもですね、人間は、組織は動こうとしません。私はこの点にやはり覚悟というものが、現在の我々も与党連立政権の一翼を担っておりますが、とりわけ数が大きい民主党の方々が考える点である。民主党の方々もおそらくこの前原誠司氏のですね、口先番長、そしてお子ちゃま大臣と、霞が関やマスメディアで言われているという点をですね、おかしいなと思ってらっしゃりながらも言えない。実は兵庫県で、私現在議員でありますが、兵庫県には昔斉藤孝雄という大変に素晴らしい政治家がおりました。皆さんご存知のように、斉藤孝雄は祝軍演説や反軍演説を行った。単に彼は、まさに協調主義的な反戦平和派だったわけではなくですね、このような戦争をやっていても日本にとって何のメリットもない、このことを始めてしまったならば収束すべきであり、そしてなぜこのようなことになってしまったのかということをきちんと我々は見極める必要があるという反軍演説、祝軍演説をするわけですね。これは、日本最高の中でも井上俊和学習院大学教授とも以前にお話をしましたが、この時インターネットやテレビもない時代にもかかわらず、彼のその演説を官報を読んで全国の多くの方々が激励や賛同の手紙というものをよこす。そして大政翼賛会の中で彼はその、議員として認められずですね、まさに、つまはじきに会う中においても伊豆市という、皆様現在はお蕎麦の町で有名な兵庫県の山あいの選出であった斉藤孝雄、地域の人々はですね、斉藤孝雄をですね選び続けるわけですね。すると今インターネットの時代であると言われながらもですね、大文字のメディアというものが必ずしも真実を伝えていない。いわゆる民主党の代表選の頃には連日のように世論調査を行っていたのに、この尖閣問題が始まってからは先週の土日にも調査が行われず、ようやく今頃になってですね、おざなりな世論調査、それも項目というものは極めて、逆の意味で言えば代表選の時の恣意的な質問とは違う意味で、まさに腰の引けた質問の仕方になっております。私はこの斉藤孝雄という人は演説、そして質疑にですね、その文章に大変な労力を注いで文章を練った方だと聞いております。こうした方、我々は、しかも彼は与党の本来一員でした。七味唐辛子、一味唐辛子であるというふうに新党日本、そして国民新党と新党日本の会派は私は述べておりますが、生煮えの混ぜご飯、あるいは伸びきった煮込みうどんのような状態が民主党であるならば、そしてその中の人々も思いながらも言葉に出せないのであるならば、我々はまさにクリエイティブコンフリクトとして伝えることを伝える、そしてそのことによって日本の無責任な体現相応して現場に責任を押し付ける、
まさに子供が素敵なプラモデルを買っても飽きるとプイッと捨ててしまうようなごときですね、大臣であったり政治というものを正していくことが我々に課せられた、また皆様から期待されることだと思っています。ツイッターでありましたり、ブログでありましたり、新党日本のホームページであったり、さまざまな場所でも、またもちろん日本最高でもさまざまな発言をしています。こちらもご覧いただければと思います。